上海軌道交通9号線は、中華人民共和国上海市松江区の松江南駅と歩道新区の走路駅を結ぶ上海軌道交通の路線。別称は新松線という、上海市内を主に東西に横断する計画の路線で、計画時には R4 と呼ばれていた。将来的には松江南駅から数名島までを結ぶ計画である。 旧定駅から市経営駅間は 6.247km あり、上海地下鉄で最長区間となっている。2007年末の第一期工事区間開業時から2008年末までの約1年間は他の上海軌道交通の路線群とは直接の接続がない孤立路線であった。九号線開業時、京林路駅からよ、山寺駅間の工事が間に合わず、同区間が開業まで、 上海大衆交通有限講師が同区間に連絡バスを走らせていた。このバスは3.24号線 -9 号線の乗り継ぎ客専用で料金は投資で計算されていた。4号線 -9 号線の改札は離れており、4号線内間方向からの乗り換えは改札外か公共路で3号線に乗り換えるようになっていた。開業後も同様の処置になっており、 交通カードを使用しない場合は、料金は通算されない。第4期工事計画区間は、総路から上海長江トンネルと上海長江大橋を経て、長江島数名島へ至る予定。AC04 型の車両、AC09 型の車両。ありがとうございます。